椿だぜ。チカなのよ。コロステチャンネル様からじゃがりこ、辛いやつが届いているわ。ありがとうございます。ありがとうございます。これなんかこっちで見たことないのよね。じゃがりこは割と好物です。美味しくいただきます。今回遊んでもらうゲームはこちら、シンプル1500シリーズ。さあ、スナイパー。すごいの来た。このゲームは知っているわよね。20年くらい前にチカちゃんがノリで買ってきたやつだろ。クソゲーオブザイヤー2001受賞作品なのよ。マジかよ。ツバチカ。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。ゲームの前にゲームのお勉強、ゲーム自生学の時間です。セールス12万って割と爆死してない？ところがどっこい、割と売れている方なのよ。本作はシンプル1500シリーズ、定価で買っても1500円という低予算シリーズ。あったね、シンプルシリーズ。タイトルは基本的にザ・ホニャララ。初期は麻雀や将棋、五目並べといった本当にシンプルなタイトルが多かったのだけど、ネタ切れに伴い妙なタイトルも出るようになってくるのよ。あ、はい。後に PS2 用のシリーズとしてシンプル2000シリーズが登場。地球防衛軍のスマッシュヒットもあり、お姉ちゃんバラなど B級映画のノリも増えてくるのよ。地球防衛軍は今も新作が出ると話題になるタイトルに成長したな。本作もどちらかというとそっちのノリで、 B 級クソさのにじみ出る薄めのハードボイルド作品なのよ。薄めのハードボイルドってなんだよ。本作は太田出版の雑誌コンティニューにおいて2001年クソゲーオブザイヤーを受賞しているのよ。雑誌企画なのか。いわゆる2チャンネル発祥のクソゲーオブザイヤーとは別件で、あちらは2004年からの開催となっているわ。この雑誌の企画の方が古いのか。前身として超クソゲーという雑誌があって、その流れを組む雑誌ではあったのだけど、以前触れた一気の剣と同様にどちらかというとバカゲー的なニュアンスでのクソゲーなのよ。まあ確かにバカゲーではあると思う。本作の特徴を答えることができるかしら。覚えてるよ、池田秀一に全振りしたゲームだ。はい、本作の主人公の声を担当しているのは人気ベテラン声優の池田秀一さん、シャアなのよ。その一方で共演する女性声優に関しては名前をくぐっても本作しかヒットしない程度には無名なの。予算の配分を間違えてるだろ。ゲームの評価点として声優の話題が最初に出てくる程度にはやべえゲームなのよ。目標をセンターに入れてスイッチを押すだけのゲームだしな。スナイピングをメインに据えている割に肝心のスナイピングが結構ガバガバ。発射された弾丸は重力や風の影響は一切受けずに直進するわ。そもそも風の概念がないだろ。一方で弾速が異常に遅いの、動く標的を狙うのは結構コツがいるわよ。偏差値。今回はとりあえず2周クリアしてもらうわよ。マジかよ。3周目のプレイではちょっとしたサプライズがあるのよ。はい、前回リザルトのお時間です。もぎゅ。好感度とするべき部分が好感度になっておりました。お詫びして訂正いたします。リーチイクッス。電撃攻めとなっておりました。正しくは攻めの字です。あとコンティニューをコンティニューと表記しておりましたがご容赦ください。過去ずっとコンティニューって言ってるもんな。以後気をつけます。ほんと誤字がなくならないわね。泣かないで不具合って言われる流れだろ。ゲセヌ。間違い探し始まるよ。もう始まっとる。ツバチカ。それではゲームスタート。いきなり早送りで申し訳ないが、物語の前提部分はテキストオンリーだ。元消防士の主人公ハリーはなんやかんやあって恋人をマフィアに殺されてしまったの。警察もぐるっと振り事件は揉み消されてしまうの。元傭兵の下で訓練を受けて復讐に戻ってきたところだ。マフィアの幹部連中を順番にスナイプして回るゲームなのよ。誰だ？これは紛れもなく池田秀一。ポリゴンがチープだな。とっくにプレステ2が出ている時代なのよ。謎のお届け物。愛する人へ。CA クレア・アンダーソン。まさかな。トニー・ロレンゾ。クレアに直接手を下した実行犯。毎朝カフェで食事を取るらしい。死んだ恋人と同じイニシャルを使う謎の人物からターゲットの情報が送られてくるの。その情報をもとに敵幹部を始末していくのよ。狙撃する時間帯と狙撃ポイントを選択可能だぞ。ハロー、 CA よ。来てくれないんじゃないかと思った。ターゲットはもういるわ。携帯電話で話をしているやつ。これで信用する気になった？こいつだな。間違ってたらごめんよ。肉眼で確認できる弾幕は滅びた。1面クリアである。やることは実にシンプルだな。
おそらくゲームクリアまでに押すボタンの回数は過去最少だと思われるわ。君を信頼するよ、CA。演出として1面元にオープニングとエンディング、そして次回予告が入るのよ。ドラマ仕立てな演出なんだろうけど、本編が短すぎるんよ。俺は1年間必死に訓練を繰り返した。殺された恋人クレアの復讐のため、そして俺は戻ってきた、この街に。ネクストステージ、ゴーの食卓。君は闇の向こうに何が見える？闇の向こうに何が見える、これが彼の決め台詞なのよ。絶妙にダサいな。第2話、また荷物が届くのよ。昨日、またあの手紙がドアの前に置かれていた。ターゲットの名前はベルナルド・スカラティ。タイトルはターゲットのことか。食事中を狙うミッションなのよ。ベルナルド・スカラティ、今日美女2人を連れてイタリアンレストランに現れるらしい。ハロー、ハリー。ターゲットはもういるわよ。こんな時間からワインを飲んでいい気分みたいね。ブロンドのゴージャス女と一緒よ。よかったわね、見やすいターゲットで。こいつだな。まだ動かないターゲットなのでクソほど簡単なのよ。頭に照準が合わん、胴体でいい。プレステ時代のゲームゆえ、アナログスティックではカメラは動かないのよ。ちょろいな。無事に2面もクリアである。その幸せはいとも簡単に壊されてしまった。なあ、お前は許せるかい？俺は奴らを許せない。ネクストステージ、魂の牢獄。君は闇の向こうに何が見える？カットしましたが、ハリーは毎夜悪夢にうなされるの。魂を牢獄から解き放つためにも復讐の完遂が必要なのよ。安民のためにも戦おう。アントニオ・マリッティ、汚職麻薬捜査官。歓楽街通いが毎日の日課で、公の影響力を個人的に行使している。ハロー、ハリー。今回のターゲットは、あの事件でもみ消しを行った張本人。頭までファミリーにどっぷり浸かり込んだ汚職警官よ。はい、このステージからターゲットは移動しているの。そして開幕の時点では姿を見せていないのよ。出てくるまで早送り。もうすぐメインストリートに出てくるわ。奥から手前に向かってくる上に、移動は徒歩なのでまだ簡単よ。真横に横断されるよりは縦軸で動いてくれる方が狙いやすい。こいつがそうだな。多分ね。こういう場合はちょっと下を狙えばええ感じのところに動いてくるやろ。ヘッドショットを決める必要はないので、足を狙う感じで胴体に当てれば OK よ。上狙いすぎた？ OK です。移動が遅くて助かったぜ。足、長。警察官が撃ち殺されても住民はしかとである。なぜ俺に殺させるんだ？殺させる？私が？あなたが殺したいんでしょ？私はただあなたに情報を提供しているだけよ。俺のことをどれくらい知っている？あなたが思っている以上に知っているわ。一体君は？謎の女である。またね、ハリー。人はなぜ争うの？次回予告を前かよ。ほんの少しずつ。池田秀一のファンディスクと考えればノイズである。つばちか、つばちか。第4話、狂気のブルース。タイトル、なんか適当臭いけど大丈夫？パンツェッタ・アントニオーニ、偽札事件には計画の当初から関与していた。いつも黒のコートと帽子をかぶっている。ハロー、今回のターゲットはパンツェッタ・アントニオーニ。ファミリーの財務管理を任せられているやつよ。ボスは彼を選択屋と呼んでいて、偽札事件には
計画の当初から関与していたみたいなの。業界内での評判悪く、陰で悪徳錬金術師と呼ばれているわ。右からリムジン接近中なのよ。車から出てくるタイプかと思っていたら、上から車に乗り込むタイプだった。正面のビルから出てきて棒立ちなので、とても簡単なターゲットよ。一発で仕留めてやるぜ。心臓か？つまらんな。ここだ。その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる。オッケーです。ちょろいもんだぜ。ここでライバルキャラの登場よ。動かないで。バッグを置いてゆっくり手を上げなさい。動かないで。手を上げろとかバッグを置けとか言いながら動くなって無茶言うな。あなたは知り合いの刑事さんなのよ。はっ。うふ、ちょまえ、いい加減にしろ。笑わすんじゃねえ。そしてこの顔である。待ちなさい。待ちなさいじゃねえよ。見事なマトリックスアクションであった。ちなみにマトリックスは99年の映画なのよ。暗い地の底に沈み込んでいく魂。皮肉にも復讐という行為がかろうじて意識をここに留まらせる。ネクストステージ、最低の理論。君は闇の向こうに何が見える？ハリーは悪人を片付けているのだから、自分こそは正義だと復讐を正当化し始めるのよ。それで最低の理論なのか。カルロ・マルコーニ、法的なトラブル処理、事実の隠蔽などが主な仕事。ジムに通い、ジョギングが日課。次のターゲットはジョギング中なのよ。はい、CA よ。今回のターゲットはカストリニオネ家の弁護士カルロ・マルコーニ。使う手は汚いけど、有罪を無罪に、無罪を有罪に変える弁護士として、ファミリーから絶大な信頼を受けている男よ。その小さな公園をぐるぐるしているはずよ。ちょっと早送りするあるよ。おったおった。これはもうフォーメーション的に中央がターゲットだろ。多分だけど。外したわよ。示談装填急いで。そんなものはない。外したら終わりなのよ。無罪を有罪に変える弁護士として、ファミリーから絶大な信頼を受けている男よ。また外した。ちょっと難しいぞ。この辺りでどうすか？オッケーです。なんなんだこの銃、クロスボウかよ。はい、無事に悪徳弁護士を処分したのよ。弾速がライフルのものとは思えん。成功ね。早く逃げて。ああ、成功だ。あ、やばい。仕事終わりの談笑中に CA に何かが起こるのよ。おい、大丈夫か？何かあったのか？おい。急展開なの？いまいましいこのライフル銃という武器で、俺は復讐を続けている。ただのテロリストだ。正義の味方でも何でもない。そう、俺は復讐のために生きているのだ。ネクストステージ、再会の時。最低の理論とやらは一発で吹っ飛んだぞ。君は闇の向こうに何が見える？時には開き直りも大事。あと3人でこの復讐も終わりだ。この復讐は何のためだ？正義のため？いや、この頃はそんな気持ちもなくなった。俺も虚しい殺人者なのだ。CA、君は無事なのか？元消防士のくせにだらしない腕立てしてんじゃないぞ。もっとケツを締めろ。はい、ここからは残り3人一気にやる流れなのよ。マジかよ。アレッサンドロ・ロッセリーノ、偽札事件の計画を立てた男。ホテルに集まるらしい。逃げる算段でもするのか？みんな一箇所に集まるぞ的なノリなのか？ターゲットは正面のホテルに車でやってくるわ。車から降りてホテルに入るまでのわずかな時間で仕留めるのよ。一気に3人とはいえ、各ステージでは1人ずつよ。なんだ、車を爆破して全員ドーンかと思った。車ダエンドではない。来たわよ。ドタマぶち抜いてやんぜ。ターゲットを間違わないようにね。
外したわよ。違うんす。一瞬ドラえもんに見えて撃つのをためらってしまった。あんま。くたばれ、偽ドラえもん。きっと、オッケーです。そこはシャツの色は白にしておこうぜ。靴は白いわね。目立ちすぎだろ。命を狙われてる自覚が足りんのとちゃいまっか。ハリー、彼女は無事だったみたいね。大丈夫なのか、シエ。立ち聞きしているところを見つかったわ。立ち聞き？何この変な間。幹部の話し合いよ。通信が遅延してるのかしら。幹部の話し合い？なあ、君は一体誰なんだ。ハリー、わからない？まさか。喋り方の癖は、クレア。私のことがわかるの？声も違うのに。クレアなのか？そう、クレア・アンダーソンよ。声が違っても俺にはわかる。君を愛しているから、分かって当たり前だ。苦しかったわ、あの時。私の親友が身代わりになって死んだの。死んだと思っていた恋人が生きていた点の展開なのよ。復讐って原動力が消えてないですか？あと二人出しついでにやっちまう流れなのよ。どういうことだよ。車は防弾仕様なのでタイヤを狙うしかない。今回は動いてる車のタイヤを狙撃するのよ。全ステージで一番難しかった。仲間だろうがすぐに殺すから。ファミリー内でも恐れられている男よ。奴の車は防弾仕様なの。タイヤを打って車を止めて。弾は10発あるぞ。ヘッドライトの光を狙う感じで。ここだ。捕鯨用の槍みたいな弾道。きっとよ。焦っちゃいけない。ターゲットは降りて走り出すな。画面が異常に暗いので編集で明るくしています。出てきたわよ。左方向、画面外に向かって走り出すんだが。焦らない焦らない。街灯の下で少し休憩するので確実に仕留めろ。きっと、OK です。ここは失敗しまくってタイミングを覚えてしまったぞ。無駄な技術をまた一つ得てしまったわね。ちなみにミスると再挑戦までのローディングがクソ長い。ロード時間はもちろん編集で詰めているのよ。なんか喋れや。ドア閉めただけ。ハリ、あなたなの？君を信頼するよ。こんな無意味な戦いはやめて。あと一人で復讐は終わる。人の悲しみは消えることはないわ。しまった。こんなことじゃ何にも解決にならない。変えることはできないのか。みんなが人の心を理解しようとすればきっと変わるはず。ラストステージ、復讐の果てに。君は闇の向こうに光が見えるか。決め台詞が変わった。ドンのリムジンも通り過ぎたわ。まっすぐ通り抜けるつもりよ。ダメだ。これじゃ次のポイントへ行ったら間に合わない。リムジンがそこの交差点付近に差し掛かったら合図を送れ。彼女生きてるなら復讐される理由がなくね。彼女がひどい目に遭ったのは事実ですので、命で償ってもらうのも仕方がないのよ。ジャン・フランコ・カスティリオーネ、全ての元凶である男。タイヤは特別仕様。看板を車の上に落とし潰すしかなさそうだ。はい、看板を落ち落として車を潰すのよ。見えた、リムジン、そっち向かってる。あのリムジンは全てが特別で、タイヤも防弾処理されているらしいの。どうするつもりなの、ハリー。ここはもう撃つタイミングだけだ。タイヤ狙うよりは簡単だぞ。2箇所撃てば看板が落ちるのよ。お姉ちゃんの合図を待つんだ。3秒くらい後にいて。来たわ。1、2、3。ほい。大事なことなので角度を変えて4回見せられるのよ。やったぜ。そうはならんやろ。なっとるやないか。はい、ということで無事に全ての悪を倒したのよ。感動のエンディングだぞ。私よ、早く乗って、出すわよ。捕まえないのかい、グロリア。
それ以上は話さないで。今度こそお別れよ、ハリー。町には二度と戻ってこないで。ありがとう、グロリア。この恩は一生忘れない。早く行きな。追っ手が来るよ。そして復讐の炎はようやく燃え尽き、終焉を迎えた。どうなってんだよ、この世界。オールアートもびっくりのさらちなのよ。郊外だとしても手抜き感がすごい。これぞシンプルクオリティ。クレア。はい、こうして死んだはずの恋人も帰ってきてハッピーエンドなのよ。ただマフィアをぶっ飛ばしただけじゃないか。メリッサと思ったら違う人なのよ。誰だよメリッサ。彼女が私の中に入ってきたの。え、それから昨日までクレアとして生きてきたの。待ってくれ、そんな話信じられると思うかい。7年前のクリスマス。ん？あなた、ただの子猫を虎の赤ちゃんと間違えて。やめてくれ、わかったよ。じゃあこれは？海に行った時、あなただったら調子に乗って。勘弁してくれ。彼女は事件の発端となった夫婦の娘さんで、ハリーが火災現場から助け出したのよ。死んだクレアの魂はメリッサに宿っていたの。何この唐突なオカルト展開。いたこけヒロイン。2週目だけどゲーム内容は何も変わってないわ。ハリーの髪の色が金髪になっているのよ。何か意味があるのか。ないのよ。そして3週目、大きな変化があるのよ。ゲームタイトルが変わっとるやんか。さあ、エイリアンズ。我々は気がつかないうちに侵略されているのよ。一体何の話だ。地球がやばいのよ。今度の任務は人間に化けて日常に潜んでいるエイリアンを見つけ出して始末するのよ。言ってる意味がわからない。スコープが特殊スコープにバージョンアップされているのよ。特殊スコープ越しに見るとあら不思議、エイリアンの離体を見破ることができるの。日常に潜む侵略者を排除するのよ。赤くしただけじゃないか。高倍率モードが赤くなっただけなの。この状態だとターゲットがタコみたいなクラゲみたいな姿に見えるのよ。これ、ステージは使い回しだよね。はい、ステージ1から順番に使い回し、いわゆるモブキャラの中にエイリアンが混ざってる感じよ。見づらい。左の方に人影が見えた。むむ。ターゲットなのよ。地球の平和は私が守る。EDF、EDF、クソゲー。ツバチカ、ツバチカ。無事にクリアできたところで今回はここまで。札にレビューしてもらえるかしら。ゲーム自体はクソほど単純だ。狙ってボタンを押すだけだからな。ちょっとシンプルすぎたわね。グラフィックやサウンドにもっと力を入れろとは言わん。ただ弾道はもうちょっとそれっぽいプログラムを組むこともできたんじゃないか。ファミコンのゴルフだって風の概念があるぞ。本作は重厚なストーリーに全振りしていて、スナイピングはおまけみたいなものだから。ゲームタイトル忘れないで。あとこれよ、邪気。邪気では窓越しの狙撃シーンが描かれているが、ゲーム内のターゲットは全て屋外だ。これは詐欺なのだぜ。画像はイメージです。なかなかにひどい内容だぞ。そこはまあ、お値段も加味した上で考えてみてね。1500円でも。いや、ちなみにこちら300円ほどで購入しました。中古価格は考慮しちゃダメだろ。いえ、新品価格です。本作は PS3 で利用できる PS ゲームアーカイブで今でも購入可能なのよ。300円ならギリギリありかな。ちょろっと遊んで多少笑えるならビデオ1本借りるくらいのコストね。本作を一言で言い表すなら、このゲームは池田秀一。それ以上でもそれ以下でもないぞ。池田秀一さんのボイス素材、皆さんも一ついかがですか。ちなみに3周目のエイリアンモード、主人公は一言も喋らなくなっているぞ。完全におまけモードなのでシナリオはないのよ。
そこは大バカなシナリオにボイスコミなら評価も格段にアップしていただろう。池田秀一に全振りしてるゲームから池田秀一を抜いちまったら何も残らないだろう。ゲーム終盤では UFO を狙撃するのよ。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると干し芋やマシュマロを投げられるわよ。干し芋は Amazon の干し芋のリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。ガンダムブレイカー4の発売日が決まったみたいね。8月末だろ。まだまだ先の話だぞ。そんなことを言ってたらあっという間に年末なのよ。なんか1年経つの早くね。5歳児の1年は人生の 20% に相当するの。でも50歳児の1年はわずか 2% なのよ。つまり加速している。10倍速。